今回は三重県津市一市町八田にある一市駅から三重県津市一市町遺跡にある遺跡駅まで走ります。松阪駅管理の無人駅、簡易な駅舎があります。単式ホーム一面一線を有する地上駅、線路の北側にホームが配置されている。次の目的駅、遺跡駅に向かいます。伊勢木駅は三重県津市一市町遺跡にある東海旅客鉄道 JR 東海名勝線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅、線路の南側にホームが配置されている。松阪駅管理の無人駅、待合所がオウム状の伊勢奥津駅寄りにある。かつては駅舎と交換設備を有し、現在でもその痕跡が残っています。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。この動画が気に入ってもらえましたら、高評価お願いします。またお会いしましょう。